谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷博士です。モス小野大輔です。小野さんって、お金何に使ってます？おやおや、唐突に、なかなかえぐい質問聞いてきますね。やっぱこうね、個人事業主じゃないですか我々ね。あ、まあそうですね、お金の使い道っていうのはね、気になるわけですよ。やっぱりお金ですか？はい、お金はね、もうもっぱら車です、ね、車ですか？基本車です。それ経費にならないでしょ？なるよ。なんで？経費じゃん。なんで？移動だもん。だって交通費で、ガソリンで。そうなの？ガソリン高いからね。ガソリン高いですね。燃費もね、今ねそんなに良くないのよ今の。リッター何キロですか？リッター 7,8 キロ。やっぱシャコタンってリッターね、シャコタンは関係ないけど、シャコタンはやっぱこう地面削りながら走ってるからさ、ガリガリガリって燃費とか云々の以前の問題だよ。削れちゃってるって。そうなんだよね。いや、まあでもそうね、まあ、ガソリン代もそうなんだけど、ちょっとねチューン、まあ、改造ですよ。先日ねオートサロンというやつに行ってきまして。わー、オートサロン。はい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 。何言いますか？なんかサロンっていう響きから何かいかがわしいものを想像してらっしゃるようですけれども、わかりました、わかりました。まあ国内最大のカスタム、国内最大は規模ね、規模がね、まあカスタムカーの祭典っていうのがね、1月末にありまして、まあそれにちょっとプライベートで行ってきました、ね。楽しかった。小野さんはもうすっかりそういう人ですね。お金かけたい。さえ持っていなかった男がですよ。そうね、急に激ハマりね。激ハマりですよ。またエアローつけたいなと思って。エアロー？ああ、びっくりですな。ウィングみたいなやつ。びっくりですよ本当に。何が？いやなんかね、イニシャル D があって、新イニシャル D になった時に全キャスト変わったじゃないですか。ああ、劇場版ね。そうそう、劇場版になった時にね、そしたらみんな無免だったっていう。そう、その当時ね、伝説のキャス編ですよ。宮野守る、中村雄一、小野大輔、小野大輔と全員無免っていう。うわーってなったんですけど、あれ極端だったね、あの時ね。そうそうそう、激烈車好きな方々から、ね、車っすか、免許持ってないっすっていう人たちが、その当時キャストにハマるっていう、その当時ね。そう、お芝居だけで選んだらそうなったっていう。ところがですよ、今となってはもう中村くんもそうだし、ね、小野くんもそうだし、もう車激ハマりじゃないですか。大好き。まあお金だから他で使わない分車に使ってる感じっすかね。どうですか神谷さん。僕ですか？お金、僕使い道は特に。特に、ええ、スチームデックを買いました。なん、ちょっとなんかいやらしいものですかそれ。スチームデックのどこにやらしい。デックですか？そう、デックか。デックのあたりですか？スチームデック、ああなるほど。わお。まあね、まあ、僕といえばねそういうとこありますけれども、蒸されてね、なんかね、しっとりしてね、そういうとこあるんですけれど、デックはね、何、まあですよ、スチームっていうあのゲームのね企画のがありまして、それをコースを遊ぶための機械なんですけれども、やっぱゲームだね。ついにもうだからスチームに僕は手を出してしまいまして。スチームっていうのは何なの？パソコンで動く、ゲームのプラットフォームです。大まかに説明するとね。なるほど。スチームデックは、まあ、形としてはスイッチみたいな形をしている、まあ、携帯ゲーム機の形をしているスチームが動くマシンなんですよ。スチームに特化してるので、そうなんです、俺のデックがね。デックが、うわ、亀井さんのデック。そうです、俺もうデック広しですから。そんなに、もう本当にすごいですよ俺は。もうだってもう伊藤くんが興味津々なぐらいですから、そうだね。そうですよ、伊藤くんが詳しく聞かせてください早くっていう顔をしてますけど、おっとそれは俺の膝はこっちだぜっていう、ね、それぐらいの感じですから。うわ、スチームデック、もう小池浅尾さんよりですよね。小池浅尾さんの名台詞ですよ。あー、いい声でね。はいはい、そうですよ、どの映画かは詳しくは僕は言いませんけれど、まあ吹き替えでね、もう本当、往年の名声優さんですけどもね。はい、何、スチームデック、やっぱよく分かんなくなっちゃったけど。まあそんなところにお金を使ったりとかしてますけれども、まあまあそうですね。もう相変わらず僕はゲームだし、小野くんは車です。相変わらず。ということで、僕とあなたの物語、ディアガールストーリーズ第828話。本番前にティーパーティーをしたよ。ああ、いい感じにね。確かにティーパーティーちゃティーパーティーですよ。僕はブラックコーヒーで、構成数は紅茶家電で、小野くんはザバスで。この番組はアニメのミックスの提供でお送りします。
神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして神谷博史です。モス小野大輔です。ではリスナーから届いたふつふつ紹介しますよ。読みますか、こちらでございます、はい、豆っちさんからいただいてます。神谷さん、小野さん、こんばんは。神谷さ ん、福岡でのセカンドフルアルバム、アップサイド、はいはい、リリースイベントお疲れ様でした。ありがとうございます。今年40になるおっさんですが、豆っちさんね、40のね男性でございます。いた、はい、いたよ。そういえば、はい、それが私豆っちでございます。マジかよ豆っち。気持ちは10代女子で参加させていただきました。お、当選者120人という希少な参加枠の一つを中年男性で埋めてしまうのは女性ファンの皆様、大変申し訳なかったのですが、せっかく一生分の運を使って当選させていただいたので全力で楽しませていただきました。マジかい。はい、イベントでは一曲ごとのコンセプトや制作裏話を丁寧に説明してくださったり、生歌を披露してくださったりと、あの普段なかなかできない体験をさせていただきました。最後の写真撮影の際には120人のお客様の中で、多分唯一の男性だった僕に対して、お前どうしたとか、なんだそのふざけた T シャツはとか、キラフェス絶対来いよと、ディアボーイ祭り T シャツを着ていたことをいじっていただいて、一生の思い出に残るイベントになりました。そんなやつ来ちゃダメだろ。だっていや、言われたからにはキラフェスに参加せねばなるまいと思っております。いや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 、今から楽しみにしています。キラフェスに参加せねばなるまいっていう口調のやつはいたんだよ。せねばなるまい、男祭りの T シャツ着ていたんだぞ、ブルーの、はい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 、いやそんなやつ着ちゃダメなんだよ本当は。ビチビチの T シャツを着てるやつがいてなんでビチッティにしてんだよ。いやビチビチに T シャツになっちゃってんだよ。だって冬服の上に着てるから T シャツを。あー、そういうことね。なんかすごい不自然な格好してるやつがいるなと思ったら、祭りって書いてあって、まさか、ええと思って、したらもう完全に男祭りの T シャツなわけ。見てほしかったんだね神谷さんに。うん、もう嫌顔でも目が行くよね。いたよ。そらしてもね、はいはいはい。ああ、それがね、どうも豆っちです。豆っちだったのかあれが。ってことですよ。まあでも全力で楽しませていただきましたと。まあまあ嬉しい、一応嬉しいですし、まあ男のねお客さんが笑ってくれてるとちょっとホッとすんのよ、はい、難しいんですよ、うん、そうそうそう、やっぱりこう、うん、コロナ禍で、声出していいのかどうかっていうところも分かんない中じゃないですか。まあそもそもね、まあ、一応ね5月以降はねそういうのが OK ってことになってますけれども、まあ今のところまだ分かんないし、うん、やっぱりこうリリースイベントとかに来てくれる方って、うん、本当にちゃんとした方が多いからすごいこうルールを守ってくださるし、あーそうね、そうそう、まずほら、うん、ステージに立ってらっしゃる方に対して失礼になっちゃいけないっていうふうに思ってくれてるからさ、うん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 、これやっぱ嬉しかったですよね。だからメール来たんだろ、うん、いやいや亀さんもうだよ。あ、僕も、うん、あ、僕もまあそうだね。でしょ。いや、ありがたい話ですよ本当に、ね、絶対盛り上がるもんこれ。会場もそうかい、お客さんいじりってさ、なかなかそれこそそのご時世でできない部分があるけどさ、まあね、男はいじりやすいもん、まあ、こうやってもう本当にありがたいですよ、うん、もう各会場やっぱりね、いる男の男性のお客さんは比較的こういじりやすい対象としてね、うん、僕もなんかを見つけるとね嬉しくなって触ってしまいますけれども、うんね、まあ、ちょっとね今回のそのね祭り T シャツを着てる豆地に関してはね、どうしてやろうかと思いましたよ。あのね、一個いい、これ PS っての書いてんの。何、PS 豆地さん、第2回ディアボーイ祭りいつまでもお待ちしておりますって。社長やるかい、やるかい社長さん。いいっすね。でもこのセンスはがいやーって言っちゃってるけど。どうなの。いつまでも待ってるぞ、こういうやつがいるんだな。こいつら待ってるぞ。あ、まああの時は1000人呼べたけれども、そうだな、もうなんかもう何行くんだ、わかんない、荒川区民会館とかでさ300人とかでやるかいね、うん、いいね。奇祭だからね。奇妙な祭りだから、ね。わかんないけども。やるかい？ね。いつかな。赤坂区民センターとかでやるか。だいぶ規模ちっちゃいよ、ね。あそこは400ぐらいか、300から400ぐらいだろ。うん、あ、結構入る。結構大きいわ、そこは。結構入るね、じゃあね。乗ってるよ。もうもうでもこれね、潜在的なディアボーイはいっぱいいると思いますから。まあ、そうですね、うん。まあそのうちやりましょうじゃあ。やる、やる、やりましょう。うん、ね。はい、豆っちのサイミに参ろう、はい、いつかね。そうだよ、とりあえず豆っちゃん、来てくれ、キラフェスによろしく。そうだな。というわけで、はい、引き続き皆様からのツストお待ちしております。続いてはアニメ専門エンタメサイト、アニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイト、ディアガル情報です。
アニメロミックスではトラッドが歌うテレビアニメ吸血鬼すぐ死ぬ2エンディングテーマコージークレイジーパーティーが好評配信中です。収録曲のフルサイズをダウンロードした方にアニメロミックス限定トークボイスをプレゼント、ぜひチェックしてください。そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しています。ディアボイスの着信ボイスも好評配信中。アニメのミックスディアガールはスマホからアニメロで検索してください。アクセス待ってます。ニコニコチャンネル DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると番組のアーカイブやおまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。さらに今週は番組過去音源のプロデューサーズカットバージョンとして2008年9月27日放送分も配信。チャンネル登録よろしくね。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。ディアガール談話室。何かに悩めるディアナーガールから僕らのところに普通のストーリーこと普通ストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネーム千尋さんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。おいでは紹介していきましょう。千尋のお便り。来年度から新入社員として働きます。今までの環境とは違い、さまざまな世代の方がいらっしゃいますが、どのように距離を縮めればよいでしょうか。先輩後輩に愛されているお二人にコミュニケーションのコツ教えていただきたいです。まあ難しいですね。一概にそんなコミュニケーションこういうふうにやったら取れますよみたいなことってないんですよ。教えてほしいぐらいのコツ。ね、本当そうですよ。まあ特に小野さんはコミショウですから。おいおいおい、言うじゃない。もうそうだね。無理ですよ。いまだに分からん人との距離感というのは、そういう意味では神谷さん上手にね。コミュニケーション取ってるイメージありますけど。そうですか。うん、特にね感じるのは先輩。先輩？うん、先輩とこう接するときにいい意味でこう一線越えていく感じ、うん、足を踏み入れる感じ、向こうのテリトリーに。ああ、なるほど。あえてそれで先輩も心を開けるみたいなところね、よく見るね。なんかね、うん、でもそれはあれなんですよ。じゃあ例えば僕が20年上の先輩にそういうことやってるとするじゃない、うんうんうん、で僕が20年下の後輩に僕にそういういじり方しても怒らないよってことなの。そうなの。そうだよ。嘘だ、怒るよ。28歳の後輩が、僕は今48でしょ、28歳の後輩が僕にそういういじり方をしてきてとしても、うん、全然ウェルカムなわけ。僕は本当に当たり前じゃん。それで怒ってたら僕おかしいじゃん。絶対怒るよ。怒るわけないだろ。ちょっと言ってみようかね。中村さんってモテないですよね全然みたいな。あ、そうですね、モテませんけど。怒ってますよね今。いや別に、いやでもそんないじり方僕しないじゃん先輩に対して。ああ。そっか、うん、だからそんなも怒らせるようないじり方は僕はしてるつもりないんだけれど、まあそりゃそうだな。そうそうそう、うん、まあだからその失礼っていうところの線引きってのは非常に難しいのね。いや難しいね。はいはいはい、はい、うん、足を踏み入れるのがね。そうなんです、はいはいはい、ということで今回はですねこちらをお届けしたいと思います。慕われビンゴ。今からビンゴをします。ビンゴカードには数字の代わりに自分のことを好きでいてくれてるんじゃないかなという、うん、声優業界の先輩後輩、うん、同世代を9人自己申告で書きます、うん、で数字の代わりにいろいろな声優の名前が出てきて3マス1列が揃ったらビンゴとなります。なるほど。じゃあまずはビンゴカードを書きましょう。ここが一番難しいです。おい、書きました。書きました。9人あげんの結構大変、うんうんうん、先輩3人同世代3人後輩3人みたいな感じで書くとちょうどいいんでしょうけど、うん、意外といない。むずいね。そう、うんうんうん、とりあえずね、うん、真ん中はフリー扱いなので、うん、ビンゴってそうじゃん。あ、そうだ。 3×3 マスで真ん中はフリーっていう感じなんで、はい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 、まあ、もしくはもう 5×5 とかなんだけど、うん、まあ、我々の場合そんないないんで25人かけって言われたらもう無理っすってなってぬぬぬってな1週間くださいってなっちゃうから捻出しますんで、ひねり出しますんでになっちゃうんで、はい、まあ9人になってますけれども、はいはいはい、じゃあまず真ん中フリー扱い。フリー扱い、はい、うんうんうん、誰書きましたか。僕はですね小安武人さんです。おお、小安。そうなんですよ。小屋 P には慕われてると思う。慕われてるっていうか嫌いじゃないだろうな。
俺のことって思ってる。だってあの誕生日も近いし、うん、メール送り合うしね。マジで？そう、あの一緒に寿司食いに行ったしね、うん、あんまり人と飯食ってるイメージ桑田さんってないんだけど、うん、結構ね連れてってくれるし、多分ね悪くないと思うよ。いいじゃないですか、うん、印象は。じゃあ小屋 P ね、うん、桑田さん、はい、じゃあ神谷さんは？僕はね野沢雅子ちゃんですね。おお、ちゃん、ええ、あーでも確かにな、イベントとかでもちょっとイチャイチャしてるもんな。あの眞子さんは、いや大好きなんですよって言ってちゃんと言ってくれるから、あもう間違いないね。そうなの、それ間違いないわ。明日ヒロシに会えるんでしょ、楽しみって言ってくれるから。おお、いいじゃない、いいじゃない。そうなのよ、ほら相思相愛ですわ。そうなのよ、お、そうなのよ。じゃあこれ、ま、真ん中だね。真ん中に書きました。あ、これは間違いない、もう間違いないですよ。オッケー、さあ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 、じゃあ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 、あとは誰が書かれているか内緒にして、下はレビンゴスタート、はいはい、うん、あ懐かしいね、なんかこのビンゴマシンがね、出ねえ出ねえ、あ出た、アナログの誰だ、早見沙織さん。ないな、ないな、入ってないな。女性声優あるよ。女性声優も書いてよかったのか。そう、僕は大好きだけれども、うん、早見沙織ちゃんに好かれているかどうかは分からない。好かれたいけど。好かれたい。分からない。好かれたい。好かれてません。好かれていたい。え？思い込みたい。え？続きまして。そんなの入ってんの？書いとけばよかったな。坂本真綾。坂本真綾。真綾ちゃんか。真綾ちゃん。疲れてない。分かんない。疲れてないかもしれない。書いてないの？え？書いてない。書いてない。書けばよかった。うん、1ミリも思ったことなかった。そうだ、ね、女性声優って書いていいんだ、うん、ああそうだな、女性声優書いてんじゃん。ああ野沢雅子ちゃん、そうか。そうだよ、もうそこで消費してたんだよ。声返した、安本さん、安本君、ああ忘れてた、ああだって会ってねえもん、書けばよかったな、全然会ってねえ、うん、ザいい人ね、全然慕われてないな、うん、この慕われて、俺ら慕われてねえな、そうだな、書き忘れてんだよ、うん、結城葵さん、あおちゃん、ああ、慕われてねえな、慕われてない、慕われてないってことになるの、書いてないと。おいおい、もうなんかもうちょっとそろそろ来いよ、書いてんだちゃんと、カジユキくん、カジくん忘れてた、慕われてた、カジくんは俺のことをそんな慕ってないと。あ、うん、だってバカ先輩って言ってたもん。そうだね、うん、そういうとこあるよね。早くそろそろ慕われててほしいな、いい、うん、そろそろ慕われたいな、岩田光雄さん、岩あみっちゃん か、別にいいやそれは、次次、誰も慕ってねえな、みっちゃんなんかいねえな。小野坂正也さん、あいたいた、小野坂正也、いやヤングは、ね、ついに開きましたね、間違いないでしょ、ヤングほら友達いないもん。いやひでえな、おい、もう唯一の友達ぐらいだもん、いやほらもう友達さ、僕とさ、オッキーとさ、うん、コニタンとさ、それぐらいだ。あー、うん、でもイメージあるわ、うん、それぐらいだよ、うん、ね、その中に入ってるかね、あとタケボンとかね、あそんなもんだから、仲いいわ、仲いいわ、あ、1個開きましたね、あったね、しょ、もうリーチだよ、うわー、あ、俺マコちゃん真ん中に書いてるから、あ、やばい、やっとやばいやばい、負ける、怖い怖い、やばいやばいやばい、怖い、え、慕われたい、あるよこれ、好きでいてほしい、ある、鈴村健一さん、あります、あります、僕もある、あります、鈴さんはね、ケンシコラもラジオ一緒にやってるからずっとね、ラジレンのね、僕俺から一緒にやってます、あ、そうですよね、ね、信頼関係がありますよ、まあ、あるんじゃないですかね、うんうん、好き好き、はいはいはい、さんもリーチ、あ、リーチリーチ、来た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 、来い、カモン、俺のこと、杉田智和さん、あー杉田くん慕ってもらってる、あー兄さん、兄さんって言ってくれて言ってるね、確かに、ね、あの杉田くん忘れてた、うん、俺も仲良くしてくれてるけど、うん、書かなかったな。杉田そうだ、なんで書くの忘れたんだろう、だ、ある意味この業界で一番信用してるやつだわ、おあ、これあるんじゃないですか、 ある江口拓也くん、ああ書いてる、別に慕われてなくてもいい、俺もいつも見下ろされてる感じがあるから、別にいいや、意外と慕ってねえな、ごめんごめん、なんかごめん、江口くん書いてなかったな、ビーチだから、ビーチだからね、俺ら、あ、お、来た来た来た、お、夜中翼くん、あー書いてない、書いてねえな、うん、そうな、まあ、番組的にもな、そうだね、絶対好かれてるはずだもん、ね、あーなんかごめん、うん、ま、たってねえのか、なんか、ま、ごめんごめん、なんかごめん、全く頭に浮かんでなかった、来たこれありますよ、 よしよし、立木文彦さん、ブーン、ブーン、ブーンか、書いてない、ブーンか、
亀谷さんのことでもね好きそうね。ブーン、ブーン、まあブーンね、俺好きよブーン。でも書いてないか、慕ってねえか、慕われてねえ、慕われてねえな。立木さん好きだけどな。そうブーン、くっそ書けばよかったな。来た、共演してんじゃないですか。あ、やった、よしよし、来る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 。内田、内田マーヤ。あー、お姉ちゃんか。くっそ、あ、これもしかしてマーヤ、あっちか。慕われてないの、慕は分かんない。あ、うち山幸喜くん、うっちね、多分ね慕ってくれてない。うぜえって思われてた。うん、同じく。たこ焼き夫婦して食わしそうとしたのにな、それがダメだったかな。何、来た、共演してる、あ、共演してる、よし。宮野守くん、マモちゃん、書いてねえ、書いてえ。そういうとこだ、そういうとこだ。マモちゃんも神谷兄やん、神谷兄やんって言ってくれてるわ。全然慕われてない。そう、俺らだってほらコント出させてもらったもんな。そうだな、ゴッドバレーマンね。そうだよ、それはもう慕ってくれてたらさ、たそれは慕ってくれてるから出してもらってるんだもん。そうだよ、向こうがいい感じに思ってくれてるんだよ。俺たちが勇気を持って書かなきゃいけなかった、自意識過剰と思って書いてなかった。書いてない。次、神谷さん、よし、大チャンスやった、よしよし、カモン。小野大輔。小野大輔って誰、小野大輔って、あ、小野くんか、書いてない、ごめん。その駒あんの。その可能性あんの。その可能性あんの、うん、小野賢章くん。俺らさ全く慕われてねえんだけど。なんだ、なんだこれ。豊中俊幸くん。あ、来た、トシ、ダブルリーチ、ダブルリーチ、ダブルリーチ、トシ俺の曲書いてくれてるからね。あ、そうか、はい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 、そろそろ当たってほしい。いや、そろ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 、あ、なった、あ、来た、これは確実、確実、うん、高垣綾陽。あやひか、あやひ確かに慕ってくれてそうだけども、女性声優っていう時点でもう、そ, う、ね、その頭が、うん、なかったな。真ん中に書いてるからね。あ、これ売れてる人だよ。え、売れてる、よし。斉藤聡真くん。あ、聡真くんか。え、ね、ここまで外す？ね。いや、そこまで慕われてないの。全然開かないんだけど。この、だってここにいる人たち全員有名な売れてる人たち。いや、分かってる分かってる分かってる。なんでこんな慕われてないかな。いやいや、慕われてるって。慕われてるんだよ。慕われてるって。書いてないだけで。慕われてるって。慕われてるはず。あ、これ。よしよし、関係者。よしよしよし。本当に。石川海人くん。いや、別に。まあ。うん、全然別に、ね、別に石川海人くんには厳しいんだよ、ね。うん、この番組な、関智一さん。好きだけどね。お、出るだけで爆笑って面白いね。ね、違う、入もう書いてない、ね、書いてはないね、別に入ってない。あ、大塚芳忠さん、芳忠やった、え、芳忠ちゃん書いてる、マジで、うん、トリプルリーチ、リーチ、トリプルリーチ、だトリプルリーチ。あ、でも芳忠さん書いてるのすごいですね、うん、大好き、うわ、好きだけどやっぱ慕われてるとはね、現場でいじり倒す、なかなか、あ、でもそうか。あなたそうよ、そういうとこあるわ、すごい。ちなみに何、今誰が出たらビンゴですか。え、結構だよ、だって結構選択肢多い、島崎信長以外。、うん、島崎信長以外出てくれ、これ言っていいの、これ下野くんかテラシーが出たらビンゴ、ビンゴ、ビンゴ、じゃあいきますよ。ああ寺島拓馬、やったー、ビンゴ、くそー、絶対寺島俺のこと大好きだもん、あ、いつも遊んでくれる、うん、くだらないこと言って全部拾ってくれる、慕われてねえんだ、あいこ、あのメガネ、慕われてねえんだ。大好き寺島、やっぱ慕われてねえんだな俺。そんなにへこむね。へこみすぎだろ。ここに書いたのも、まあ、ある意味希望みたいなもんだからな、慕われてたらいいなっていう希望だから、まあ、これ俺たちの思い込みでもあるからね、確かに。ということで、ディアネーム千尋さん、新入社員生活頑張ってください。元気出せよ。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアボイス。番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニメロミクスの中にある女の子のためのスマホサイト、ディアガールで配信していきます。今週は小野くんのボイスを配信します。モフゾーさんからリクエストをいただいたこちらのセリフです。俺だよ、俺、小野中だよ、などと申しており。引き続きこのディアボイスではあなたからリクエスト待ってます。来週は神谷さんのボイスを配信します。お楽しみに。
ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました。ちょっともう一回だけさ回してもらっていい？そうだね、信長以外出してくれ。このままじゃ終わらない。したらさ俺も完全にビンゴになるから。花江夏樹。ああもうごめん、もう花ちゃん書いてなかったな。出ねえな。内田優馬。おっしゃ、うちのリム、うちのリム、よっしゃ、よし、ビンゴ。いやもうダブルビンゴですよ、ダブルビンゴ、ダブルビンゴ、ダボビンゴ。いやもう本当にうまくありがとうね、ありがとう、うまく最高、大好き。番組の皆さんからのメッセージお待ちしております。おはぎなさい、こちら郵便番号105の8000に文化放送、神谷博士、ディアガール、あのそのそれぞれの金です。何動揺してるんだよ。メールアドレスはこちら、すべて小文字で DGS@JOQR.net、 DGS@JOQR.net です。あー、よかったよかった、危なかったね。ラジオ大阪の方もこちらからお願いします。そしてアニメロミクスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるので、ぜひアクセスしてください。写真が見られます。さらにニコニコ DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると翌週火曜日におまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。そしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブ配信をしています。ということで、ここまでのストーリーテラーは神谷博士と小野大輔でした。ディアガールストーリーズ第829話に続く。この番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしました。ない僕が唯一誇る